僕ちょっと調理が必要なセットなんですけど、うん、まず、うん、ソーセージを切って、うん、何もない鉄板で焼いて、うん、その後にタコの中にソーセージとチーズを入れて包むまでな。え、何それ、おしゃれだけど絶対うまいたこ焼き。豪華じゃん。やるやる、豪華すぎる、うん、じゃあ区画を分けて一人ずつ。豪華すぎてちょっと引いた。じゃあちょっと僕はソーセージを切ります。うん、どうぞ。シャバシャバ入れる？え、でもこっちは入れていいんじゃない？はい、うん、はい、どうぞ。バーっていくんだよね。バーって、バーってバーでいいよ。バーえ、ちょっと待って待ってちょっと待って、ちょっと待って待って待って、あまさん人のソーセージ焼いてるのになんで入れる？ちょっと待って待って、あ、先にソーセージだけ今ひまちゃん言ってましたよね。こっちは入れてもいいんじゃないのっていうのは空きスペースの話だって、ソーセージ側ではない。まあ焼いたらどれも一緒っしょ。こうなったらもう仕方ないよね。いや違う、飛距離が足りなかったんだって。飛距離が足りなかったんだって。今僕とひまちゃんね多分同じ気持ちだったよ。ええってなった。飛距離が足りなかったんだ。痛い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 痛